フードセンです。1994年5月15日です。27ですね。大牛座お東京です。76、この切り傷みたいな目ですかね。あ、いやいや、この歯セラミック。まあドライブですかね。車でドライブしたりとか、あとは一人映画とかですかね。誰かといるというか一人の方が多いですね。道記憶、俺一回通った道は忘れないですよね、絶対。適当、大雑把、兄貴、よくわかんないところとかある。座右の目はシンプルイズベスト。今までで一番の思い出はちょっとね、ありすぎてわかんないんですけど、今パッと思い浮かんだのは、うちの事務所で一緒に働いてるマーカスっていう、まあ、同級生がいるんですけど、前の専門学校も同じだった、そいつと一緒に、服飾の専門学校で卒業した後に2人でイギリスに行ったことですかね。まあ、あいつ見た目黒人で優しそうなんで、で結構いかつい、なんかウィズカリファーみたいな顔してるんですよ。で、まあ、結構あんま絡まれなかったですね、現地の人とか。あいつがいるから現地の人と一緒にいるみたいな感じで結構助かりましたね。日本語は喋れなかった、英語喋れなかったですけど、この事務所に入るまでの約1年間のレッスンは指導です。基本的に忙しい時期はインドア派ですかね。オフの日は休日の過ごし方は、いやだからさっきも言ったんですけど、ドライブと一人映画やって、まあ怒んないですね、あんまり感情的にならないです。あんまり怒れないですね、人に。21時頃、何食ってもカロリーオフになる。なんか薬みたいなのがあったら、それで、フライドポテトの大きさとか、まあ、ある程度信じます。我慢強い子でしたね。過去。未来は、見ちゃうとちょっと多分、萎えちゃうというか、あんまり楽しみがなくなっちゃうんですけど、過去はね、なんかあの時楽しかった時とか巻き戻ってもう一回考えたい。つけ麺かな、ちょっと、つけ麺、猫舌なんで、つけ麺。栗とかですね、栗系、なんかナッツとかマカダミアとか最悪。でも最初は多いかも、腹いっぱいなのか。これはシオンですね。なんか何やっても許されそうな感じなんで、カーブさん、タジャンルの、集大成ありすぎだし、逆に言うとでもまあでもないかな。意外と翔平です。優しそうな感じで、いい感じでね、いいなと思います。なんか高圧的な男の人よりはい、ブラックアイリスをね、日々応援していただきありがとうございます。メンバーね、一度もともと頑張って、いい景色といい背中を見せられるようにね、汗水流して頑張ってるんで、皆さんも期待して、ついてきてくれたら嬉しいと思います。ぜひこれからのブラックアイリスもよろしくお願いします。ありがとうございました。